ルースターの佐藤です。6日ぶりの、投稿になってしまいました。間が空いてしまいました。さあ、このですね、6日間でございましたけども、現在ですね、どんな感じかっていうのをちょっとですね、ご報告今日はしたいと思います。この今ご覧いただいている YouTube ルースターのチャンネルは、ご登録者数は1288名ね、ありがとうございます。で、目標再生時間4000時間と前々から言ってるんですけども、そこまではあと2438時間、結構ありますね。いろいろアップしていかなきゃなと思っております。で、まあそれもそうなんですけども、ね、ライブハウス、再開っていうふうになってますけども、実際のところはですね、ソーシャルディスタンスでございます。で、ライブハウスを再開していいよっていうですね、ことにな発表されたのが、何ですか、いいよって言われる直前だから、ほぼライブは先のことを決めてますからね、急には、入っておりません。で、まあでもそれで、ぼちぼち入ってるんですけど、ソーシャルディスタンスってやつで、お客さんは、もしライブをやっても、10人くらいの方しか、入れないんですね。これは一体どういうことになるかっていうとですね、結局ライブをやりたいという人がですね、やったら赤字になっちゃうということで、やらないっていう選択肢になっちゃうんですね。で、お店の方もですね、ぜひやってくださいとは言えないっていうですね、そういうことになりますので、これは辛い、お互い辛いっていう状況が、続いております。で、なんといってもですね、最近はそのツイキャスプレミア配信っていうのを始めているわけですけども、こちらの方もですね、いろいろやっておりますけども、いろんな規制がね、実はありますから、じゃあ私もっていうわけにもなかなかね、いかないところもあります。ただね、それでもいろんな形でやってまいりますので、ぜひですね、ホームページあるいは、ホームページはね、バーって長いんで、見ていただくのも大変かもしれませんけど、随時、ツイッタールースターの、ツイッターのアカウントは私佐藤ひろおカタカナ、佐藤は漢字、名前はヒロのカタカナですね、でやっておりますんで、ここに、情報を上げております。それから、Facebook ですね、ルースターの Facebook がありますので、それをご覧ください。私の Facebook もあるんですけど、お友達申請お待ちしております。それから、ルースターのメールマガジンというのもですね、密かにありますね。こちらは700、800人近くの方がメールマガジンご登録いただいておりますが、これは何が良かったのか、コロナ騒ぎの前まではですね、合言葉っていうのがスケジュールに一緒に送られてくるんですけど、その合言葉、ああこれ公にしてしまった、合言葉を言うとお会計が 10% オフっていうのでですね、実は当店のお会計のところで、並んでる方が小声で何か言ってるのを聞いたことがある方もいるかもしれませんけど、あれ合言葉なんですね。あれを言うとなんとお会計 10% オフっていうのをやってたんですけども、そういうのまた復活したいなと思っております。ルースターメールマガジンね、ルースターのホームページでルースターってどんな店って書いてあるところありますんで、そこからぐーっと下がっていくと、それについても触れております。それからあとはそうですね、あれだ、これから夏迎えますけども、皆さん T シャツって何枚あってもいいと思いませんか？私は思います。ルースターのオンラインサイトっていうのがありまして、これもホームページに行けばすぐ見つかりますけど、こちらに T シャツ各種サイズ取り揃えございますので、ぜひご購入をお願いします。それと黄色い本がありまして、ライブステージング術、なんですけど、その本があと残り6冊で完売です。
それと赤い方のですね、荻窪ルースター物語って本があるんですけど、これは、限りなくありますで、ぜひこれね、ご購入いただけるとちょっと、首がつながります。なんとかですね、1人、100冊程度お願いしたいと思いますけども、ね、なんといっても一番こう、なんてさっきご飯食べに行ったらですね、外までこうちょっと並んでるっていうお店があったりしてですね、で中を覗くとですね、もう、隣同士もうきっちり並んでるんですね、お客さんが。いいなと思ってですね、ライブハウスの場合は今お客さんに、検温してます。頭のところでピッてやると体温が出るやつですね、あれをやって、それからご連絡先ですね、携帯番号なんか聞いております。で、しかもお客さんはその10人ぐらいですけど、それは入れ替わらないわけですよね、ライブハウスのお客さんって。まあ何バンドも出てるところは入れ替わるのかもしれませんけど、まあ当店の場合入れ替わらずなんで、全然やっていけないっていうことになっちゃうんですね。でこれも困ったなぁ、だからもうそこら辺のラーメン屋さん羨ましいなぁと思って、検温チェックもされなきゃ、電話番号も言わなくてよくてですね、お客さんは回転していくということですね。もはやライブハウスは、もうどうなっちゃうのかなっていうぐらい当店はもう瀕死状態になってしまいましたけど、ね、なんとかしたいなとは思うんですけど、さあなんとかってどうやってなんとかすればいいんでしょうっていう感じですね。ただまた最近ちょっと感染者が増えておりますけど、そのいわゆる、オープンはして、そのソーシャルディスタンスがそういうことを、ならいいよというスタートを切りましたが、その後スタートを切っただけではなく、その後もうちょっとお客さん入れてもいいですかみたいな、そういうことですね、今まだちゃんとそのやってくださってる人たちがいましてですね、国とかですね、都とかですね、の方たちとやってくださってる方がいます。なので、諦めずにですね、ちょっとまだもうしばらくは、やっていきたいなと思いますけど、今後ですね、非常に厳しい状態になりますんで、なんとか一つですね、皆さんいろんなツイキャス見ていただいたり、そのツイキャス見ていただくってどうなってんのっていう話もありますよね。なんすかそれっていう、僕もちょっと前までは何ですかっていう状態でしたけど、まあライブ配信ライブのですね、こういろんな形があるわけですけども、最終的にはこう YouTube 使ってやりたいんですけど、それはまだ4000時間到達しないので、できないんですけど、その前に、できることっていうことでツイキャスプレミア配信っていうのをやってるんですけど、これはチケットを買うと、見れるっていうスタイルのやつですね。よくある投げ銭とかそういうやつじゃないんですね。でまあ当店はそれをなぜ選んだのかっていうと、こう独自のこうなんか、これはこれで、著作権はこれでとか、いろいろうちは法人でとかいろいろやってって、でそういうことでたどり着いたのが、ツイキャスプレミア配信です。で、これ見方とチケットの買い方ですね、チケットの買い方、そして当日どうやったら見れるのかっていうのはですね、当店のその、ツイキャスプレミア配信誰々誰々誰々って全部ページがあるんです。そこのページに行くと、その説明欄にですね、その見方の買い方の動画、 YouTube です、これと同じです、当店の YouTube、 そして、当日、見方がわからないってならないように、こちらの解説動画も入れております。ということで、なんとかですね、ご覧いただきたいと思っております。さあということで、ね、いろいろとこれから暑くなってまいりますが、皆さん、体に気をつけて、そしてまたね、いつか元気で会いたいと思います。ということで、ルースターの佐藤でした。ありがとうございました。